では再開していきます。ポケモンレンジャー光の軌跡実況プレイやっていきたいと思います。ワッホイブッチです。前回こちらです。タルガと出会ったブッチは無線基地からナッパーズを追い出してほしいと頼まれる。無線基地の最上階でナッパーズのリーダーと伝説のポケモンライコーに出会う。ライコーをキャプチャしたブッチの前に不思議な図形が現れた。どういった図形だったかはちょっと前回のパートを見ていただきたいと告知をしておき、ドンツキ岬へ向かい無線基地を取り戻した。ブッチたちは逃げ遅れたナッパーズの2人を追いかけましょうということでね、やっていきましょう。あいつらに遺跡を荒らされないか心配だわ。どんどん無茶して頑張ってね。おいおいおいこの無線基地が直らない限り他の地方との通信はできないんですよ。直してくれ無茶して頑張れっていうヒロインもすごいよな。とりあえずそのドンツキ岬まで行きましょう。カットかな。お、いたね。ここまで逃げればもう大丈夫だろう。なわけあるか。ん？残念でした。捕まったらまずい。逃げなきゃ。はい、追いかけろー。これ自分家の方。いや、この上は、あ、なんかいる。レンジャーさん、頑張ってるみたいだね。え、そんだけえ、こっちはまだ行ったことないか。ポッチャマ、ビッパー、いっぱいいるね。ほらほら。悪いけど、ちょっと休ませてくれ。久しぶりに走ったもんで、気分が悪くなっちゃって。顔が真っ青よ。深呼吸して、深呼吸。どうしました？大丈夫ですか？いやーもうね、ひどい奴らがいましてね、私たち命からがら逃げてきたんですよ。これは災難でしたね。どんな奴らだったんですか？一人は筋肉質のレンジャーの親父で、もう一人はかなり若いレンジャーでしたね。ピッチュ？そうそう、そういえばピチューも一緒でした。お前らじゃないか、ふざけやがって。きついけど頑張って走るしかない。まだ逃げるの？ちなみにここは、あ、鍵がかかってる。どこ行くんだい？お？今お話ししたのはこいつらです。私たちのことしつこく追いかけてきて。俺はお前たちのチームのリーダーじゃないが、もちろん助けてやる。お、いいやつ。ここは俺に任せて、お前たちはさっさと逃げろ。はい、そうします。え？何こいつ？そっちの若い方のレンジャー、どうも見覚えがあると思ったら、お前はあの時の片割れだな。あー、雲の上から海に落ちたにもかかわらず、生きていたのか。一番最初でね、オープニングの時にいたやつだね。雲の上で二人を攻撃したのはお前か。うちくんの相棒の南くんは、今どこにいるんだ。悪いがそれは言えない。ましてや相手がポケモンレンジャーではね。俺はレンジャーの能力を高く評価している。だからこそ軽々しく情報を漏らしたりはしないんだ。まあまあ、でしょうね。とはいうものの、その必死さに免じて一つだけ教えてやる。あ、こいつ抜けてるぞ。南ってやつは無事だぜ。生きてはいるんだ。やはりお前たちが。なかなか気の強いレンジャーでな、さすがの俺もかなり手こずらされたぜ。だけど心配はいらない。ちょいきつめのぐるぐる巻きなんて野蛮なことはせずに、若い者たちが丁重におもてなしをしているはずだ。さてと、大事な仕事があるのでそろそろ俺は行くが、お前たちに挨拶代わりのプレゼントをやろうと思う。遠慮せず受け取ってくれ。うわ、ビリビリ玉じゃん。どっから出したそのビリビリ玉。それじゃまたな。うわー、待て足ぶっ壊されちゃった。残念ながらあいつらの企みを聞き出すことはできなかったが、南くんが無事なことは分かった。あいつの言葉を信じればの話だが。ん？お、ライコー。今のはライコーだったな。もしかしてナッパーズを追っているのか？それにしても、ブッカー大橋がこのありさまじゃ、ミロンダ島に渡ることができない。ひとまず私のうちで体制を立て直そう。顔追いはできないよね。ただいま。お帰りなさーい。二人ともお疲れ様でした。なんだか浮かない顔してるけど。
逃がしちゃったからね。ナッパーズを追いかけていたら無線基地にいたやつと別のリーダーに会ったんだ。そいつが乱暴なことにミロンダ島に渡るためのブッカー大橋を壊してしまったんだよ。ぶっ壊されちゃった。それはひどい。レンジャーをこの島に封じ込めようってわけね。あの辺りの海は流れが速くって船じゃ渡れないし、鳥ポケモンの力を借りようにもこのところムクホークの姿をなぜか見かけない。あ、確かに。壊れたブッカー大橋を修理するしかないのね。あの橋を設計したブッカーさんに修理をお願いしようと思うんだ。ねえ、ちょっといいかしら。ん？ライコーをキャプチャした後何か図形が浮かび上がるのを見たって確か言ってたわね。どんな形か覚えてる？どんなだったっけ。私は眩しかったせいか図形は見えなかった。ブッチー君どうなんだい？どういう形だっけ。図形はスタイラーに記録されています。マジかい。そうなの？その図形私に見せてくれる？これはまるで何かの紋章のようね。ちょっと気になることがあるのを調べてくるわ。俺は覚えてない。ママが書斎にこもったらしばらく降りてこないんだよ。だから私がご飯を作らなきゃならないの。実験と料理は違うんだから、くれぐれも普通の料理を頼んだぞ、パネマ。タルカさんいるかい？あ、ビカロだ。こいつ、己が帯電することでスタイラーを充電できるやばい人。いや、ビリビリガロ、ビリビリビガロじゃないか。どうしたんだ？残念ながらビリビリはすっかり治っちまったよ。あの後無線基地を調べたんだけど、配線だけならともかくアンテナまでめちゃくちゃさ。あれじゃ修理に時間がかかりそうだ。この状況をユニオンに伝えたくても無線連絡ができないってわけだな。今はとにかく人を集めて修理を進めておいてくれ。すぐに私も合流するよ。任せてくれ、タルガさん。いやー、無線基地ね。ぶっ壊されたのはきついわ。ブッチー君。はい。私は無線基地の状況を確認してくる。ブッカーさんに話を、橋の修理を頼むのは君にお願いしたい。ブッカーさんどこにいるの？パネマ。パパは無線基地に行ってくる。家のことは頼んだよ。お家のことは任せて、行ってらっしゃい、パパ。パパ行っちゃった。ブッチーさんも行ってらっしゃい。ブッカーさんに修理頼んだら帰ってきてね。その頃にはママの調べのものも終わってるだろうから。はーい、行ってきまーす。ブッカーさんの家はココナ村の浜辺。あれ、ブッカーさんってもしかしてあれかな？あの、ピチューにウクレレくれたあのおじいさんかな？ちょっと行ってみましょう。カットです。あ、はい、ここだったね。ブッカーこの人だったね。誰じゃ？おお、お前さんか。どうした？橋壊しちゃったんだよ。って壊れちゃったんだよ。なんじゃとは、ブッカー大橋が？壊しちゃわれんわい。おお、早いおじいちゃん。あの橋は親方の自慢の一つなんですよ。あ、ブッチーさん、あれからウクレレの調子はどうです？僕が直したから、もしかして音が響かなかったり、それどころか逆に音が響きすぎちゃったり。ピチューは喜んでるよ。ピチュー。よかった。ちゃんとウクレレっぽい音が出てますね。だけど本当ならもっと伸びのいい音がするはずなんですよね。ウクレレの調整やってみたいんですけど、でも、素人の僕なんかが挑戦しても、ドの音がミになっちゃったり、ファの音がレになっちゃったり、それどころか、この音がカになっちゃったり、シの音がペになっちゃったり。それはお前すごい技術だと思う。ピッチュー？こんな僕に任せてくれるの？ありがとう、僕頑張るよ。え、ウクレレの挑戦に電気流したりする必要あったの？お待たせー、ピッチュー、こっちにおいで。ウクレレの音がもっと伸びるように、音楽が長くなるように調整したんです。これで今まで以上にキャプチャーを助けてくれると思いますよ。おお。あ、なんかちょっと確かに曲が伸びた感じが、気がした。ウクレレから流れる音楽が強化された。へー。あ、橋直してるらしいから橋の方に行けばいいのかな。で、ちょっとクエスト1個やってきます。カットです。はい、ということでね、チークの森の邪魔な木の柵は取り除いてくれたかな。取り除いたよー。
それは助かった。最初からレンジャーさんに頼むべきじゃった。わしの腰のことなら、いたたたた、もう心配いらんよ。ベストクリア。何かもらえるのかな。あ、レンジャーポイント10獲得か。オッケーオッケーオッケー。あ、 P じゃねえ、 B だ。あ、テレビまた出てきたの。また過去に。え、またここに連れてこられちゃった。また同じ時代なのか。なんか見たことある人たちだぞ。ヘリオが言ってた通り、確かにいつもは開いている扉が閉まっている。神殿の中で一体何が起こってるんだ。え、なんかさ、テレビどこに行ってたの。ヘリオがあなたのことずっと探してたわよ。右の人はなんかバトナージの時にいたあの人に似てる気がするけど。あら、そっちの君は。カクカクシカジカ丸々牛打ち。その服装、あんたが噂のブッチー君だな。ヘリオからいろいろと聞いている。俺はタンザだ。私はキーヤ。またいたずらセレビーに連れてこられちゃったってわけね。 BB、 どうしたの。どうしたんだセレビー、いたずらにしては少ししつこすぎるぞ。 B、 セレビー、いい加減にしなさい。 B、 どうしたんだ。困ったもんだな。ブッチ君は確かポケモンなんとかという仕事をしてるんだろ。テレビの遊び相手をしてる場合じゃないはずだ。それに閉まっちゃってるね。それに私たちだって暇なわけじゃないの。このところポケモンたちの様子がおかしいので、神殿の鎧人に相談に来たのよ。だけど、いつもは開いてる扉が閉まっている。ちょっと気がかりで。ブッチ君、セレビーが迷惑かけたな。お互いの時代でそれぞれやるべき仕事をしよう。テレビ、時あたりでブッチ君送り届けるのよ。なんかでも、慌ててる様子だったけど大丈夫なのかい？ウクレレピッチュー、そりゃ困惑するわな。ごめんよピッチュー。あ、帰ってきた。喜んでる。何の音。あ、ブッチーさん、いいところに帰ってきた。ママの調べ物がたった今終わったよ。パパも帰ってきてから入って入って。全てではないけど図形の意味が分かったの。心当たりが早かったから。ずいぶん早かったでしょ。早速だけど説明するわ。まず聞いてほしいの。ヤスリ洞窟の石碑に刻まれていた文章。雷光と心を通わす選ばれし者よ。光の紋章を描き天にかざせ。何時雷光の助け得られるであろう。つまりあの図形は雷光に認められた印。紋章と言ってもいいかもしれない。そして選ばれし者が紋章を天にか描くことで雷光の助けを得ることができる。これって何かに似てると思わない？おとぎ話。ポケモンレンジャーのキャプチャに似てる。そういうこと？そっちか。図形を描くというコミュニケーションはキャプチャとそっくりなの。タイラーを使ってかつての勇者のようにライコを呼び寄せられないか、呼び出せないだろうか。タイラーにそんな機能があるとは思えないが。もともと備わっている機能じゃないとしても少し改造するだけでできるような気がするな。それはつまり特殊な回路を組むことでポケモンの心に届く波長を作り出し、口で説明するよりやっちゃった方が早そう。タイラ借りるね。え、勝手な改造は保証の対象外です。保証って家電製品じゃないんだから。上に住むし痛くないから我慢我慢。大丈夫かい。勝手に改造しちゃって。これは壊れたダダフライから抜き取った部品なんかも役に立つかも。私に5分だけ時間をちょうだいね。ちょっと5分で改造できるの。やっぱこの子天才か。はい、ぴったり5分。私は30秒にも感じなかった。絶対にうまくいくと思うよ。ラインでサイン、お絵描き、お絵描き気分でポケモン呼び出せちゃうモードが新たに追加されました。私が名付けたの。長いわ。普通にサインモードでいいんじゃない？確かに。とにかく、そのモードでサインを描くと、ポケモンを呼び出す紋章が空に映し出されるのよ。早く試してみようよ。
こいつは外空が見えないから表に入れよう。え？それじゃあサインモードの使い方を説明するね。エネルギーゲージの左下のボタンを使えるようにした。それがサインモード起動のボタンだよ。あ、これか。左下。これを押すと？どう？下画面にライコンのサインを書いてみて。もしかしてサインの形を忘れちゃった？そんな時は左上のボタンをタッチしてサインリストを呼び出してね。今までに登録したサインが見られるよ。え、かっこよさそう。サインリストを見るにはスタイラーメニューにあるサインリストを見てね。とにかく試しにライコを呼んでみてよ。サインモード起動。ポチッとな。これか。俺これ手書きで書いたからなんかすげえ雑。でも、こういうこと？ほい。え？違った？いや、合ってるよね。はい、はい。はい、はい。来た！おー、ライコのマーク？降臨した！そして乗った！信じられないことが起こったぞ。さすがアッパネマだ。マモのひらめきも正しかったってことだね。私も実は半信半疑だったのよ。だけど本当にライコがやってきたことで、私の仮説もまんざら間違いじゃないなって、今は思ってるわ。え、ライコ、オブリビアに伝わるわらべ歌があるでしょ？それともう一つ、ライコーたちの力を借りて、オブリビアを救った勇者のおとぎ話。これらを元になったオブリビアの伝説は、昔実際に起きたことなんじゃないかと、私は思ったわけ。つまり昔のオブリビアには実際に勇者がいて、その人は現代人とは比べ物にならないくらいポケモンに対して純粋で強い気持ちを持っていた。だからこそライコーたちも勇者に力を貸した。だけど変だよ。昔はスタイラーなんてなかったはずなのに。おそらくだけど、スタイラーがなくても底知れない強い絆でポケモンと結ばれていた人がいたっていうこと？その人がオブリビアの勇者なのね。少なくとも私はそう思ってるわ。パネマがスタイラーに組み込んだカエルが人間とポケモンの間の底知れない強い絆を蘇らせたのかもしれないのよ。私ってすごい、本当だよね。だけどこういうことも考えられないかな。ブチーさんがたまたま昔の勇者と同じくらいポケモンに対して純粋で強い気持ちを持っているって。その両方かもしれないぞ。つまりスタイラーの改造とブチー君に備わっていた元々の気持ちの強さ、それらが組み合わさったことでライコを呼び出すことができた。きっとそうだよ。すごいんだよ、ブチーさんと私って。ははは、種までもすごいよね。5分でこんな回路使えた。深い谷が当選も、渡れるものならさあどうぞ。怖い谷がイバリンも、渡れるものなど癒しない。何をおっしゃるそなたに。そんな谷、雷光様なら一飛び、勇者を乗せて一飛び。ってことは橋渡れるんじゃね？あのね、パネマ、いきなり大声で歌を歌い出したりするとみんなびっくりするぞ。オブリビア地方に伝わるわらべ歌なんだって。全部で何番かあるうちのこれは1番らしいよ。ラフ君が教えてくれたの。ライコー様なら一飛びか。なるほどな。ブチ君、ミロンダ島に逃げ込んだナッパーズを追い詰める役目はライコーと心を通わせた君に任せたい。壊れた足の隙間もライコー様なら。私は歌は苦手だが何を言いたいかわかるな。大きな危険を伴う仕事になるかもしれないぞ。無茶と分かっていてもやらなきゃいけない時もある。そうだったわよね、パパ。それはここぞという時だ。たびたびあるものではないよ。ブチ君、無茶は。勇者の伝説が本当に起きたことだとすれば、サインで呼び出せるのはライコーだけじゃないはず。それに何？オブリビアには他にも伝説らしきものがあって、それももしかしたら作り話なんかじゃないのかもしれない。レイラが今夜も寝ないで必死に調べているのはもしかしてそのことなのかな。あまり無茶しないでよ。寝不足はお肌の敵なのよ。ありがとうね、パネマ。あ、ピチューも乗った。ライコーに乗って移動している状態で移動先をタッチするとジャンプを行う。移動していない状態でライコーをタッチすると大きな声で吠えて隠れたポケモンを出現させる。降りるときはエネルギーゲージの左にあるボタンをタッチしてください。え？お、すげえ！ライコー様！ライコー様！え？あ、こういうことか。すげえすげえすげえ、ジャンプできる。で、
止まってる時に、ああそれはびっくりするわな。あ、飛び越えられる、そういうこと。ひとっ飛びだわ本当に。光ってるところだったらひとっ飛びだ。うわーすごい、移動めちゃくちゃ速くなる。これはいいわ。これで飛び越えられるもんね。おお、オブリビアの勇者じゃ。大昔このオブリビアの大ピンチを作ったというオブリビアの勇者と思ったらブチ君じゃったか。わしゃてっきりオブリビアのおとぎ話の世界に迷い込んだのかと思ったぞ。何がどうなってるのかわしにはさっぱりわからん。さっぱりわからんが、なかなか決まっとるな。すげえ。ライコンに乗ってる時に光っている場所が見える。その場所でジャンプをすることで目の前の穴や川を飛び越えることができます。ライコンさっき追っかけてたのにね。わ、すごいこれ。ライコン様ならひとっ飛びよ。ありがとう、ライコン。でもいつでも呼び出せるんだもんね、これ。おやまあびっくり。まるでオブリビアの勇者が蘇ったみたい。ほら、あれよあれ。昔昔、オブリビアのある島に一人の勇者がおりましたってやつよ。不思議な紋章を見事に操ったオブリビアの勇者は、伝説のポケモンたちと力を合わせて、オブリビアに平和を蘇らせたのでした。めでたしめでたしってやつよ。あなた知らないの？ここじゃ有名なのよ。とにかくその勇者さんも、今のあなたみたいに、炎帝様に乗って、お、こっちは炎帝だ。あれおかしいわね。炎帝様じゃなくて今のライコー様よね。あ、そういえば、このミロンダ島では勇者と炎帝様がおとぎ話の主役なんだけど、島によってポケモンが違うって聞いたことあるわ。レインボ島、ミランダ島、斜め前。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。